皆さんこんにちは。アイドル歌手としてデビューし、2時間ドラマの女王と呼ばれる女優の片平なぎささん。昔からとても美しく、男性からは相当モテそうですが、一度も結婚していません。それにはたくさんの要因があるようです。そこで今回は、片平なぎささんが結婚しない理由や結婚願望についてご紹介します。片平なぎささんのプロフィール。本名片平なぎさ、生年月日1959年7月12日、出身地東京都品川区、血液型 O 型、身長167センチ、星座蟹座、出身校堀越学園、事務所ホリプロ、家族構成父、母、姉。片平なぎささんの経歴。片平さんは1974年にオーディション番組スター誕生で合格し、翌年の1975年に純愛というレコードでアイドル歌手としてデビューしました。またデビュー当初から女優としての仕事もスタートし、映画青い山脈に出演します。アイドル歌手としては日本レコード大賞新人賞を獲得し、周囲の期待も大きかった片平さんですが、3年後にはアイドル歌手を辞め、女優一本で活動します。そしてスツワーデス物語が大ヒット。その後は2時間ドラマの火曜サスペンス劇場赤い霊柩車シリーズ、小京都シリーズなど数々の作品で活躍。2時間ドラマの女王と呼ばれ注目を集めました。結婚しない理由は松井和代さんのトラウマ。還暦を迎えた片平さんは結婚の可能性についてないときっぱり宣言しています。しかしそんな片平さんにも過去に熱愛の噂がありました。そのお相手は2時間ドラマの帝王の異名を持つ船越英一郎さん。お二人は一時期同じマンションに住んでおり、結婚秒読みとまでされていたようですが、その後船越さんは別の女性と結婚します。その別の女性というのは女優の松井和代さんです。二人の破局についても松井さんが関係しているという話があります。もともと片平さんと船越さんは火曜サスペンス劇場の小京都ミステリーで共演していました。しかし船越さんが松井さんと結婚した2010年を境に、大人気シリーズであったはずの小京都ミステリーは突如新作が放送されなくなってしまいます。それ以来業界では片平さんと船越さんは共演 NG とされていたようで、事実それ以降ほぼ共演がありません。その理由としては、松井さんが共演 NG を出していたのではないかと噂されています。松井さんといえば船越さんへの凄まじい嫉妬心や束縛は非常に有名な話で、元カノとされる片平さんとの共演を NG にするといった行動も納得してしまいます。特に松井さんが船越さんの携帯を鍋で煮たという話は有名です。船越さんは面倒見がよく優しい方で、地方ロケなどの後には共演した若い女優さんなどからお礼のメールや電話がガンガン来るようで、それを発見した松井さんは激怒し、船越さんの携帯を鍋で煮たことがあるとか。こんな話を聞いたら怖くて共演もできなくなるのもわかります。そもそも結婚秒読みとまで言われていた片平さんと船越さんがお別れしてしまったのは、松井さんが割って入り計画的に船越さんを奪ったからとも言われています。いわゆる略奪結婚ですね。そういう松井さんとの過去の出来事があったので、片平さんは結婚に対してトラウマになっていると言われています。新婚さんいらっしゃいのトラウマ。片平さんは22歳から約11年間、新婚さんいらっしゃいでアシスタントを担当していました。
ご本人によると出演していた当時はかなり結婚願望が強かったそうですが、いつかを境に結婚したいという気持ちが全くなくなっていったとか。その理由としては新婚さんのぶっちゃけトークを聞いているうちに結婚って何？と疑問に感じてしまったほか、共演していた桂文枝さんの発言が影響しているそう。文枝さんの話では、2代目のあずさみちよさんと3代目のジョーン・シェパードさんは離婚したし、4代目の渚は嫁に行けないだろう。新婚さんのアシスタントをやる女性はことごとく不幸になる、とおっしゃっていたそうです。確かに出演している新婚さんは変わっている方が多く、そんな夫婦をたくさん見ていると、すべてこういう異質な夫婦になってしまうと、頭の片隅に残ってしまったのかもしれません。趣味に夢中で興味がなくなった。2時間ドラマの女王、片平さんは、1本あたり約600万円のギャラと言われていました。全盛期の年収は数千万円を超えていたと言われています。そんな裕福な暮らしで独身を満喫している片平さん。プライベートではご自宅で焼酎を飲むことが楽しみのようです。そういう一人の時間の楽しみを覚えてしまうと、仕事でもかなりのストレスを感じるでしょうから、気を使う男性の存在は必要ないのかもしれませんね。いかがでしたか？子供の頃はお嫁さんになるのが夢だった片平なぎささん。現在は独身を謳歌し楽しんでいるようにも見えますよね。ご本人が幸せなら何よりです。還暦になってもお若く可愛らしい片平さん。これからも2時間ドラマの女王として活躍を続けていただきたいですね。